高校圏は台湾の映画監督。八花系台湾外省人。広東商売圏で八花系の家族に生まれる。公務員だった父が先に台湾に渡り、1歳の時に家族で台湾移住。カレン、新築から大鳥山に移り、ここで少年時代を過ごす。1959年に父親を、1965年に母親を亡くしたため。 高校の頃から弟たちの面倒を見る。こうした少年時代の体験は映画、同年王子時の流れで描かれている。1965年高校を卒業するが、大学の入学試験に失敗し、高尾で暮らしているうちに兵役駅に。1969年に兵役駅を終え、国立芸術専科学院に入学して、1972年に卒業。 電産機のセールスマンをした後に、1973年に、理工監督作品のスクリプターに、後、脚本家、助監督を経て1980年に監督としてデビュー。主に1980年代を中心に、脚本家のクレネンシン、シテンモンと共に、坊やの人形、同年王時児の流れ、連連風神など多くの作品を発表した。洋賞などと並び、 1980年代台湾映画界の新潮流である台湾ニューシネマを担った代表的な監督の一人とされている。1989年に終戦直後のキールン9分を舞台に2.28事件を取り扱った非常上司でベネツア国際映画祭イングランプリを受賞、内外から注目を受けた。非常上司発表当時の台湾は1987年の 会言令解除からまだ間もない頃であり、2.28、事件そのものをタブー視する雰囲気も強かった。このため作品の発表自体が危ぶまれたものの、検閲を無事通過してノーカットで公開され、台湾社会で大きな反響を呼び、1989年の金馬、進む最優秀監督賞、最優秀主演団優賞も受賞している。工業的にも、 従来外国映画に押されて低迷していた台湾映画の中では異例の大ヒットとなった。彼の作品の多くは日本でも公開されている。1995年には吉尾工女で金馬進む最優秀監督賞を受賞。方向権はオズ安スジロへの敬愛から2003年にはオズの生誕100年を記念した作品であるコーヒーと機密を制作している。ただし、 オズの映画を見たのは映画監督になってかなり後のことと語っている。また、フランスのアルベール・ラモリス監督赤い風船へのオマージュとして2007年に放射オシンのレッドバルーンを制作している。2015年には妻吹里氏を招いた8年ぶりの長編映画にして地震初の時代劇アクションとなる国威の資格を発表。 第68回館に国際映画祭にて上映され、監督賞を受賞した。ありがとうございます。